横断歩道の手前で止まって、まずサイン。ドローン。はい、皆さんこんにちは。おうちで学ぼう交通安全。私はすっかりおなじみの横断歩道のしましまお姉さんです。途中お見舞い申し上げます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はすっかり人間の街の夏を楽しんでます。おう、マモくんこんにちは。やあみんなこんにちは。僕は魔法幼稚園のマモルワタルだよ。あれ、しましまお姉さん、その浴衣いいじゃん。とっても似合ってるよ。マジで？横断歩道っていうかスクランブル交差点だね。浴衣、うちは花見など夏の風物詩はいろいろあるけど、忘れちゃならないのがそう、お岩さんとか1枚2枚の番長皿屋敷とか、いわゆる古典怪談なんだけど、それを例えばしましまお姉さんみたいなのが話しても同じようにぼーっとなると思う？ということで検証してみよう。日本の古典怪談は誰が話しても涼しくなるのかならないのか。美濃の国の浪人が城勤めの仕事を探すために名古屋に出かけた。しかしどうにも仕事は見つからなかった。すでに夕闇が迫っていた。一晩の宿を求めるお金もない。かといって暗い夜道を歩いて帰るのは野党の餌食になりに行くようなものであった。途方に暮れているところに川べりにつないだ粗末な川舟が目に留まった。船ならば歩くよりは3倍は早いし、野党に出くわす危険もない。そう思い、浪人はその川舟を拝借して家路に着くことに決めた。浪人は早速船に乗り込んで櫓を手にした。するとどこからか自分を呼ぶ声がした。しまった、船の持ち主に見つかったか。顔をしかめながらも、どうせ失うものなどありはしない、と開き直ってドスの効いた声を上げた。なんだ、文句があるか。しばらくして戻ってきた言葉は、しばしお待ちください。女の声であった。ひどくか細い声でありながら笛のように鋭く耳をついた。怪しい思いに包まれて身を固くしていると、夕映えに赤く染まる川べりにさくりさくりと砂を踏む音が聞こえてきた。浪人は腰に下げた太刀の柄に手を伸ばして、近づいてくる何者かの方に目を凝らした。眩しい夕日に目がくらんだ。浪人はその何者かの足元に目をやった。二本の足はそろそろと進んでくる。いや、それは足ではなく二本の白い手であった。浪人はぎょっとなって目を向いた。白い手の上に逆さまになった女の顔が浮かんでいた。長い黒髪が太い尾のように地に引きずられていた。女は逆立ちの姿で歩いてきていた。これは軽技の芸人なのか。それにしても逆立ちの身を支える細い腕はほんの少しも震えていない。血が昇っているはずの逆さまの顔は青白くさえて一筋の赤みもない。まるで天井より逆さに降りてきた雲のようであった。逆さになった白い顔からこんな声が届いてきた。私は猿庄屋のもとで働いていた下女です。その庄屋の本妻が私を殺しました。これよりその仇を取りに行くところ、つきましては川向こうの庄屋の家まで船に乗せて行ってくださいませんか。これは幽霊の女。浪人の肝がキュッと縮み上がった。しかしこの場で逃げ出せば道理に合わない恨みを買ってたたり殺されないとも限らない。承知いたした。
震える声で応じると、幽霊は逆さに直立したまま、スルスルと船に上がり込んできた。浪人は生きた心地もせずに、櫓を漕ぎ出した。逆立ちした幽霊は、船の揺れをものともせずに、すっと突っ立っていた。着物の裾は少しもはだけずに、ぴたりと合わさっている。それも幽霊ならではの芸当なのであろうか。それにしても、なぜ逆さまなのか。ひどく怪しく思いながらも、浪人は貝のように口をつぐんでいた。船が向こう岸に着くと、幽霊は逆立ちで歩いて岸に降り立った。浪人は全身が汗でびっしょりと濡れているのを感じながら、詰めていた息を吐き出した。すくんだ身を何とか動かして船を出そうとすると、またもや女の声。庄屋の家の門に、呉符が貼ってあるので入れません。それを剥がしてくださいませんか。振り返ればそこに逆さまの女が戻ってきていた。承知いたした。浪人は歯をガチガチ鳴らして言うと、船から降りて幽霊の後に従った。大きな屋敷の前に着いた。機織り業を営んでいるらしく、中からは盛んに木綿を織る音が聞こえてきた。浪人は幽霊に言われるがまま、門に貼られた呉符を剥がした。と幽霊はまるで風が吹き込むように、素早く門の中に滑り込んでいった。数秒の後、機織りの音がピタリと止まり、奉公人たちの騒ぐ声がざわざわと聞こえて、ギャーというけたたましい女の悲鳴が響き渡った。まるで屋敷の屋根を突き破って夕暮れの空を真っ二つに裂いてしまいそうな声であった。呆然と門の前に立ち尽くす浪人の前に逆さまの幽霊が現れた。憎き本妻は取り殺してございます。逆さまになった白い顔にさざ波のように怪しい笑みが流れた。私はここの主人の妾になったため、本妻に深く妬まれておりました。主人が有馬に湯治に出かけて留守をしたおり、本妻は私を川向こうの井戸に誘い出しました。古い井戸ながら極めて水清く、上から覗くと人影がありありと映って面白い。などと言い、私に井戸を覗かせた上で、後ろから突き落としたのです。私がこうして逆さまの姿をしているのは、頭から井戸の底に落ちた私のむくろが、いまだに井戸の中で逆さまになっているためです。逆さまの女の姿は、井戸の底に映った影のように暗く揺らめいて、夕闇の中にかき消えていった。その後、浪人は名古屋の奉行に訴えて、井戸の底から女のむくろをすくい上げさせた。逆さになって井戸の底に沈んでいたむくろが、土に埋められて供養を施されてからというものは、逆さまの女が川べりに現れることはなくなったとのことであった。そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。そして私、しましまお姉さん、ツイッターもやっておりますので、よかったらフォローしてください。それではまた。お邪魔パジャマ。